最高やったらほんまにめちゃめちゃ盛り上がったし、やっぱ今回もマジックは成功しました。あ、盛り上がりました、ね、盛り上がったな、めっちゃ大成功マジックと。最後から最後ちょっととんでもないやつ現れた。俺しかできないことをやれるやつがおった。しかも俺より難易度高めのやつ。に参りましょう、はい。最初の企画はこちら、ちっちゃいパンが崖から落ちそうになったらトーク。恋人と友達が崖から落ちそうになったらどっちを助けるのような、どちらも大切で決めるのがものすごい難しい、はい、もしも話ありますよね、はい。これから長谷さんに何かとちっちゃいパン2つが崖から落ちそうになっている時はなどのそういう悩む質問をしてください、はいはい。で、長谷さんがどっちを助けようかなっていう悩めば悩むほどいい質問ということでシールがもらえるという、はい、あ、なるほど、はい。あの末広がり図の南條さんとあのちっちゃいパン崖から落ちそうになる、崖から落ちそう、はい、いやちっちゃいパンでしょ。だいぶ仲いいじゃないですか。いや仲はめっちゃええけど、はい、南條はもうそうその状況になってしまったんやから食べた後の顔を当てよう。わあ、これね。だからですね、このモニターにですね、初瀬さんが何かを食べ終わった顔が映し出されます。なるほど。それを逆再生してですね、何を食べたかっていうのを最後答え合わせするんですけど、はいはい、なるほど。これがちっちゃいパンかどうかっていうのを皆さんに当ててもらう。なるほど。お願いします。さあ、これですね、これはちっちゃいパンを食べた後か、そうではないでしょうか。さあ、それでは正解を見てみましょう。俺も分かってないと。正解はこちらです。多いのか、さあ今から出てきますよ。口から出てきます。違うよ。さあ、何が出てくるのか、いいぞ。ちっちゃいパンなのか、そうではないのか、まだ噛んでる。ああ、おわ、初瀬のマジックショー。これからですね、お待たせしました、皆さん。マジックを披露していただきます。皆さんは、ハッテさんがマジックに成功するかどうかを予想してください、はい。挑戦してもらうマジックは、はい、物を消すマジック。お願いします。3 3